メタルホークはナムコが1988年12月に発売したアーケードゲーム。ジャンルはシューティングゲームで前後左右に傾斜する筐体に乗り込んで遊ぶ大型筐体ゲームである。ナムコの大型筐体ゲームはポールポジションシリーズやサンダーセプターなど数作あるが筐体が稼働し座席などが動く体感ゲームとしてはファイナルラップに次ぐ2作目。 人によっては乗り物酔いを起こしてしまうほど筐体が大きく動くゲームとして知られている。先に製品化されているアサルト同様、同社製、アーケードゲーム用システム基板システム2を使用しており、最大の特徴である拡大縮小回転機能を全面に押し出したゲームデザインになっている。ただしメタルホークで使用されたものは通常のシステム2よりも多い。 拡大縮小回転画面が必要なことから、ビデオボードが全く別物である。また、アシャルと同様、音楽は細江真嗣と野口和夫が担当している。時期はヘリコプターであり、前後左右上下に2本のレバーで操作する。右手の操縦管には2つのボタンがあり、それぞれ水平方向への攻撃と前方下方への攻撃を行う。背景の変化で時期の移動を表現し、 時期は画面上常に一定の位置で画面情報を向いている。地面に対する移動速度は時期の高度と相関しており、高高度ではより早く移動できる。このことがゲームを進める上で重要。敵を倒すことで得られる GP がステージごとのノルマに達するとステージクリア。以上の理由から敵戦闘機とのドッグファイトよりもマップを観察して、 効率よくノルマを達成していく必要がある。中1制限時間は店舗側で変更できる。これにより全国集計される店舗で特典のばらつきがあった。左テレバーによる上下の移動は視野の確保のほか最大スピード確保の目的がある。高い位置を飛行している方が最大移動スピードがはるかに速いので下記のようなルーチンに従った。 ゲーム進行が推奨されている。高高度から高速で、偵察施設を発見したら急降下確実に、破壊できる高度まで下がったら、爆撃高得点施設を破壊したら、上昇位置に戻る高度な精密爆撃テクニックを身に、付けていくことで必要以上の加工の必要が減り、ステージクリア時に獲得できる得点が増えることになる。空中をかなりのスピードで移動している。 空中空母等の高得点源も存在し、上下運動によるスピード調節を駆使した戦術も要求される。ジャンルとしてはトップビューの疑似 3D シューティングである。疑似 3D シューティングというと多くは時期を進行方向後方から捉えるフロントビューで、真上からのトップビューや斜め上からのバードビューのものは少ない。また、多くの疑似 3D ゲームは、 一応三次元空間を表現してはいても、実際にはあらかじめ定められた感情の空間を方向転換せずに進むしかないのに対し、このゲームは箱庭状の三次元空間で自由に方向転換ができ、重力に縛られずに自在な位置取りが可能なことから真の意味で三次元空間を感じさせてくれるゲームとの評価もある。ただし、奥行きがわかりづらい。 3D ゲームの欠点を回避するためにゲーム性はある程度二次元的なものになっており地形は完全に平面で当たり判定はない。開発当初は地形や建築物等への当たり判定があったが難しくなりすぎるため高度を50以下にできないように設定し地形当たり判定をなくしたと言われている。高度が0になるのは着弾して操縦不能になり地上に激突。 爆発する時のみである。なお、同様のトップビュー疑似 3D で地形に当たり判定があった。コナミ、急降下爆撃隊というゲームも展示会に出展されたことがあるが、やはり難しくなりすぎたために没になっている。細江真嗣野口和夫による作曲。長い曲が多く、最後まで聴くためには、時間切れ、ゲームオーバーの覚悟がいる。クレジット音が、 ダートフォックスと同じ。サントラのライナーノーツによれば、ロム容量の関係上、もともと入れるつもりだった楽器音を減らさざるを得なかったという、オペレーターの声を担当したのは、声優の岡本麻也。マイコンベーシック、マガジンスーパーソフトコーナーメタルホークの紹介ページより、ありがとうございます。